さあ困った、お客さんのところがね、この左側の建屋なんだけど、入ってくる道がここしかなくて、なんとこの正面の木が高さ制限という、当たってしまってここがクリアできません。どうしようかな。ここはね、もうこの細さでギリギリでここまで入ってきたんだけど、これを延々バックとなると困ったな。どうしようか。木が邪魔でくぐれない。どうなることやら。この木が邪魔で通れません。どうすりゃいいんだ。これはこんなの通れるわけないじゃんね。こんなところ、困った。これ通れるかな。これ寄せてここ、ぬかるみはまるか。これはまりそうだな。ここ入るとはまってるもんな。これみんなこの後やばいか。いけるか。困った。どうしよう。切ってしまえ。困った。このぬかるみがいけるかどうか、ここを入って左から攻めたいと思います。いけた。左、はいはい、そのまま道なり左沿ってってもらうと、ええ、行き場があるんで。あ、左ね、はい、わかりました。いや、参った。いけた。ぬかるみにはまらず。いやー、怖かったな。なんてとこだこれ。はい、うわー、ガリガリ、うわ、木ガリガリ、うわー、すごい。いやー、参った参った。いやー、すごいところです。こんな、でもあの大型が入ってきてるな。どっかから来たんだな。あー、じゃあとりあえず無事着いた。もしかしたらこっち入ってもらえればいいのか。すいませんすいません、邪魔しちゃったね。あらあら、10トンが来れるんだから、どっか来れる道がある。よいしょ。これを左からという話です。しかし行けるのか。どっちゃにしても狭い。この現場、またこの枝をガリ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 行くようだね、これ。うわ、行けるのか、行けるのか。これはすごい。うわ、枝ガリガリ、箱バリバリ。ここガリガリ行くな、これ。よいしょ。よし、なんとか行けた。うわ、箱ガリ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 擦っちゃった。でも仕方がない。うわ、基本こんなところ箱車で来るようなとこじゃないから。ああ、箱がガリ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 。参った。やっぱり地図でね、
Google 地図で見たときはこれはやばいなと思ったんだよね。思った通りのとこでした。なんか聞いたら突き当たりを左へ行くと広い道へ出れると言うんだけど、いやー参った参った。ちょっと昼、これまたもや、またまた枝がガリガリか、勘弁してよ。ああ広い、これで広い、やっと広い。ああせめてこのぐらいいけるのかな、これ。いや参ったな、これもう右が枝がガリガリ。うわー、でも左結構これ、うわうわうわーギーって言ってる。あ、ちょっと広くなった。あー、よかったな。これね、まっすぐ行くと1号線国道1号バイパスに出れるということなんだけど、本当かな。対向車来たらアウトだし、広いな、広いぞ。広いぞ。うん、今ね、どこ走ってるか分かりません。これ広いな。お、黄色い車線が出てきたということは広い道。なるほど、こっち、あ、やっと広い道に出た。どっから来たんだかな。いやー参ったなー。なんだって、え、あ、回り道、うん、これお願いします。かい、また行けない。どっち行けばいいの。場所を言いますとね、ここは愛知県は豊橋市、潮見坂からすぐのとこですね。豊橋市でも静岡県との県境、ここら辺はなんかこういう牛がいっぱいいる。牛、ね、まだこういう、わあ牛いっぱい、こういうところなんだね。
これどこ出るんだかな、まだまだはっきりと道がわからない。正面からフォークリフト、よし。行ければいいが、どっか知ったところに、知ったところといっても、おうおうおうおお、ダンプが来るから通れるんだな。どこだ、あれなんだ、あ、なんか出た、あれなんだ、グーグル開こうか。これ国一だ。です。やったー。これ右かな。僕の行きたいところはどこだ。どこだ。あれ、右ではない、左だ。左だな。左か、あれどっから来たんだい。左か、もう東西南北がもう頭からトンチンカンプン。これ左、左行けばいいのかな。よっ、左か、違ったらまた U ターンだな。あ、じゃあそんなんでなんとか配達は終わったですよ。よかったこっちかな、あ、これ旧道だね、これバイパス。じゃあそんなんで本日は終了です。帰ります。